ジョゼフ・フランソワ・デュープレックスジョゼフ・フランソワ・デュープレックスは、フランス領インド総督。1715年に、ムガル町のインドに渡り、インド生まれの女性と結婚して、インド事情によく通じた。オーストリア継承戦争で活躍した。1697年、フランス北部、ランドルシーの商人の家に生まれた。父のすすめで、カナダやインドに旅行し、1720年、 ポンディシェリーのフランス東インド会社に入った。1730年、ベンガルのシャンデルナゴル長官に抜擢され、1742年には、その才能を認められて、フランス領インド総督に任命された。デュプレックスは、フランス主官によって、インド人不評に、ヨーロッパ式のミサオ銃訓練を施し、騎馬戦中心のインド諸行との戦闘で、大きな威力を発揮した。 これによってインド諸公間の争いに介入し、多くの諸公を参加に収めた。インドでは1744年に始まったオーストリア、継承戦争では、ライバル関係にあるイギリス東インド会社に対して優勢な戦いを進め、英領マドラスを占領したが、1748年本国で和平が成立した。インドにおける戦いは、第一次カーナティック戦争と呼ばれる。 戦後もハイデラバード王国の争いに介入しているが、本国と意見が合わず、1754年インドでの出費を嫌う本国政府に解雇され、1763年パリで緊急のうちに亡くなった。ありがとうございます。